JWAVE イノベーション,ーションワールド協社<者>テクノロジーカーンジいきましょう、えー、だからゲーム AI はやめられないというね、うん、もうだって専門家だから <laughs> 三宅さんはもう15年やってますからね <laughs> そうですよね <laughs>、うん、だからこのゲームの中の領域の AI だから大変なこともあれば喜びもあるかなというどんなとこですか やっぱね、あのー、ゲーム開発って、あのー、いろんな人がいるんですよ、うん、まあ僕みたいなリサーチャーとあとエンジニアですよね、うん、普通の IT ってこれだけですけど。うん あの絵を描く人、うん、3D モデルを作る人、うん、こういう骨を入れてアニメーションをモーションを作る人、うん、テキスチャーっていうこういう服の模様とかを作る人、うん、あと作曲している人、うん、あと交換音を作る人セリフ物語を作る人ってこんなになんか別々の職業の人が同じ場所で。 なんか一つのものを作るっていうのは、まあ、多分ねオペラぐらいしかないと思うんです確かにねかデジタルオペラを作ってるもんで、うん、そうするとやっぱり違う職種の人っていうのは、まあ、違う、ね、発想があるからそれがひたすら面白いんだけど、うん、逆の面もあってまずコミュニケーションが問いにくいあ<ー>これ使う言葉が違うからこうあれねエンジニアとかはこうすぐ最適化がとか、うん、<laughs> メモリーがとか、うん、とか言うけどいや ここの翼かっいいいんだよなみたいな <laughs> あ確かにみたいな <laughs> かっこいいんだけどこんな狭い洞窟の中で飛ばれては困りますよとか <laughs> いや知らんよ、それお前らの責任だよみたいな <laughs> いやじゃあ洞窟作ってるの誰だみたいな <laughs> じゃあちょっともっと大きくしろとか,ねえなんかじゃあこのモンスターの足はどんな形状なんですか選んでって足音作るからみたいな <laughs>。なんかねそれはあのー コミュニケーションは取りにくいからこそコンセンサスを経て時間かかるんですけど、うん、できた時にはそれが1つのアートになって、うん、アートでありエンジニアであるっていうものがゲームの最大の魅力で、うん、なかなかそういう仕事ってないと思うんですよね。そこが AI AI っっっっててて意味ででは昔は昔なななかかなか入ってなかったんですけどさらにまあ AI アート っていう、まあ他のエンジニアリングっていう集合体を作るっていうのがすごい面白いところですね。確かにね、もうだって一緒にやってる人がみんな専門家で、うん、ってことだもんね、隣の人がね。えー、それなりにみんな,そのなんていうか、ね、ピンの立った人だえ <laughs> なんか画集とか出してたり、ね <laughs>、なんか CD とか他の人出すわけですよね、<laughs> 僕はまあ論文とか出すわけなんだけど、も超専門。まあ あのー、僕が言ってたは超専門家集団みたいなところでうん、うん、それでこう一番いいのは最後そのお客さんに届けるとか最高面白くて、うん、まあくて何百万本って出るってことは自分の作った AI が何億回再生されてることですよね、よねなかなかそういうのってないと思うし、うん、それがそのいろんな方がそれをインタラクションしてくれたわけですよね。うんうんうん これはさ面白いとこであ、もちろんいっぱいお叱りは受けるんだけど <laughs>、あのなんかあの俺のこと無視して向こう行っちゃったぞあのモンスターはみたいな <laughs> いや、申し訳ございませんみたいな <laughs>、ちょっとよく言っときますからみたいな、うんそういうところが一番面白いかな。あれは気にするんですか？レビューとか気にする？レビューはね、うん、あのすごい気にする。だからゲーム難しいところってあのユーザーさんの。うん 感想が取りにくいところなんですね<ー>でもちろんツイッターとか何やらでいろいろ書き込んでますけどそれはまあごく一部の声の大きい方々でうん、うん、そうじゃない普通の方々の感想を聞きたいからできることなら日本中の酒場をめぐって、うん、ゲームの感想を横でこっそり聞いて書き留めて持<ー>ち帰りたいぐらいで素の反応っていうのをまあ確かにね。うん でね、アーケードゲームの会社の人は、ね、いいんですよ<ー>あのこっそりあの自分の作ったゲームのところに行って後ろで見ていてロケテとかいますけど<ー>でロケーションテストして正式なゲームを出すのでオンラインゲームも、ね、結構分かりやすいかなって。 ですね、コンシューマーゲームのソロはなかなかね、確かに、レビュー書く人はなかなか特殊な人ですよ、なんかアマゾンとかでゲームとかの感想だったらいいけど、このアマゾンの荷物を届けてくれた。 配達員が気に入らないとか <laughs> ちょっと担当違いなんだけどっていうのがありますからねどうすれば取れるのか <laughs> っていうのがん難しいかな、ね、いやもう将来はやっぱりねゲーム内で取るしかないなと思って<ー>例えば洞窟を抜けてきたおじいさんが立ってて「うん、どうじゃった洞窟は」って聞いて「長すぎる」B「短すぎる」とか書いて取るしかないさりげなく取るとかね。 どうだったって <そう S 1> <laughs> 面白くなかったと <laughs> そうそう <laughs> 見事じゃっただろう ABC みたいな <laughs> で取る以外ないんじゃないかなと思って <あー S 2> そしたらフィードバックかけられるんでえそういうのも面白いですけどねゲームだから組み込まれてたらねう <ん S 1> そうまあう <ん S 1> だから最近はまあオンラインに全部つながっているからある程度のデータは取れるんだけどやっぱなんか直の感想微妙な感想とかは取れないですね <うん S 1> 確かにね <うん S 1> あとねあの、うん やっぱゲーム作ってる人ってゲームするのかなと思って、うん、特に僕ねその、うん、三宅さんに言うのもちょっとあれなんだけど、うん、最近僕やったゲームでやっぱすごかったと思うのが、うん、ディビジョンとデトロイトなんですよ。デあデトロイトト、ね、トロロイイね特に、うんー e、テレで 扱ったでしょ。デトロイトが、あの、はい、AI のねテーマにした回で、ああデトロイトってあのリ、えー、カムヒューマンね。そうそうそう。うん、あの AI が主人公のゲームがあるんですけど、うん、あれをね AI の番組が扱ったりもしてて。えー どう見てますそういう海外のゲームっていうのは海外は、ね、やっぱり、ねうん、の厚みのあるゲームをしっかり作ってくれるんですよね要するに堅実なんですよねむしろうん、うん、日本のほうがすごくエキセントリックで、うんえー、それはゲームデザインの捉え方が違ってて、うん、あの海外の人はやっぱゲームデザインをちゃんとメカニズムとして捉えるんですね 降りてきます定日本のゲームって結構天才的と言われていてどうしたらあんなゲームを考えるんだただやっぱり今の大型ゲームをそれで作っちゃうのはなかなか危険でやっぱ海外みたいに一つの理論立てがあったメカニズムとして作るっていうのを海外はて、まあ例えばシナリオだったらやっぱハリウッドメソッドみたいなの持ってくるわけです。ここっっちはやっぱりこううななんていうのかな 日本のこうアニメやら <laughs> あれの文化を持ってきてこう作っていくので、うん、今、ちょっと乖りが起こってるんですね、うん、そこで海外の、うん、海外のゲームはやっぱりあのしっかり技術,技術があった上でコンテンツ載せるので、うん、日本はデザインに合わせて技術を作ったりするので、うん、まあ実は180度ちょっっと違ったりしますね予算の規模という意味だと、うん、変わりますか かなり違いますね海外はかなり大型化してて、うん、まあ要するに映画の予算をもう超えてるんですね大型ゲームの。うん、そうするとですね何が起こるかっていうとそのまずあの投資を集めるために技術をアピールするっていうところから始まってうん、うん、1>, で1作2作3作作ってるの1作目は。 なんかアピールも含まれて「俺たちすごいぜ」みたいなでまた次にも大きくしてさらに統一みたいな形であの大きなその資本で作るようになってて今は実はゲーム業界の問題点っていうのはそのなんていうかな大型ゲーム。 のスケールがやたら大きくなってて開発期間が長いとことなんですね。そうするとあのいわゆるプラットフォームと呼われるプレイステーションや XBOX が <laughs> いつまで経ってもゲームが来ないので,<ー>でそれどうしてるかっていうと今インディーゲームの人たちが入ってきてるんですうん、うん、で昔インディーゲームの人たちが今週末期で出すっていうのは難しかったんですけど今ユニティとかアンリアルエンジンってあれここのコンパイルスイッチを変えると、うん プレイイステーションンコパルとその例えば他のプラットフォームで作ったら一応動くんですね。それをちょっといろいろ修正をかけてまあスイッチだったりプレーションを出せるので結構地続きになっててで大型ゲームがなかなか出ない現状の中で。 小型なゲームをずっとコンスタントに提供するっていう役割を果たしててあと、インディゲームは開発期間が短いのですごい思い切ったゲームデザインをしてくるのでむしろそっちの方が多様性があるという感じになってますいます、うん